時刻は9時半を回りました嘘のような本当の輪でございます皆様おはようございます、えー、本日お相手は、えー、FM 疑難の山内ですそしてえっ、ー、と今日も東京からですかね今日来てくれましたどうぞおはようございます東京から来ました WO イ、e、ストの北条ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそして今日はすごく豪華な

えー、まあそうですねグラビアアイドルの走りと言っていいか、えー、昔はモデルからそして、えー、芸能界にタレントになってそして綱木さんと結婚することになったんですけどんアンナですすすよよろろしくお願いしししくおししくおお願願いいままさあ本当に今日は豪華なゲストということで本当にすごいことになっちゃいましたね <laughs> はい <laughs> 沖縄にいらっしゃったのはえっ、ー、と何か あれがあるんですか別のいやあのー、この番組に出るために、はい、私たちが <laughs> わざわざお越ししましすごいね、えー。はい、はいはい、ありがとうございますどうですか沖縄結構来られてますそうですね僕はどっちかというとこの那覇よりも宮古島 の方にちょっとお友達がいるんで向こうで,すか、えー、でライブやったり<ー>、えー、そういうことしてますけどはい,はい、はい、まあ私は日本あの初めて沖縄来た時はパスポートで来ました。ああ 19歳の時だったので、まだまだアメリカでしたね。はい、変化前です。はい。それでその後は海洋博とかの時にも来て、だから仕事で何回か来てるんですけど、でもこのね、はい、20年は来てないですね。あ、そうなんですか。本当に久しぶりです。でもブルーコムュンチも何回か来てるんですよ。沖縄に、あ、ライブに。もちろんパスポートもね。へえ。その時代に。はいはいはい。うん、そうなんだ。ライブでですよね。 コンサート。コンサートで、宮古島とか、石垣島とか。宮古石垣にもね。六十年前ですからね、話よ、これ。ですよね。そうですよ。私、生まれた頃です。三十九年。それで、宮古とか、石垣とか、そういう箱みたいなのはあったんですか。どうなんでしょう。ね、なん。 何かあったんですか？何それで演奏しに来たんじゃないですか？ホールみたいなところですか？いや、野外ステージみたいな感じ。なんか野外ステージみたいななんかなんかね、うん。なんかのお祭りとか市民会館とそんなもんじゃないじゃないよね？野外だったね。だってねもう当時というかまあブルーコメットったらもう相当こうなんていうんですかね人気で。そうですね。 その人気なグループが宮古石垣に行くというのが、うん、なかなか想像ができないなというそ,そうですね、はい、はね、あの当時ね、ブルーコーンズで例えば何か童謡なんかやるじゃないですか、演奏で、はい、もうおばあちゃん、おじいちゃんがね、そういう時代ですよ。 ななかなか、ね、今では想像がつかないですけどもそんな今日は豪華なゲストで、えー、迎えてですね、はい、お話を伺っていきますが、はい、あのドクター水素ボトルとのこの関連というんですか、はい、えー、とまあ私が、はい、あの社長の,あのやっぱり仲間で。 はい、あの中井さんっていう方が私の友達で,、はい、で中井さんが私に「ちょっといい話があるんだけど聞かないか?」って言って、うんはい、ただその時綱木さんが、えー、と倒れて、うん、で救急車で運ばなきゃいけないそういう状況の中だったから「うん、分かった今度話聞く」っていうことで, <laughs> で、まあ、退院して帰ってきて落ち着いて「じゃあ分かった昼話聞くよ」って言って初めて。 ドクター水素の話聞きました<ー>それでヒロもいろいろと体の負傷があって自分はえこの水素ガスで本当に元気になったんだよけいって言って<ー>だから本当じゃあ私試したい特に木さんに試したいからって言ったら「でもねあの説明書を聞いてくれないと」 あの売ることできないからって言われて「分<ー>かった行くよ」って言って <laughs> 私も3人か4人ぐらい友達連れてって、はい、そして初めて「えー、ドクター・水ーガス」のことを聞いてでもそ,その場で買いました<ー>友達も買ったみんな,<ー>な,なんていうのその場で買ったんですそれで持って帰ってで最初のうちはいろんなことを覚えなきゃいけないので、はい、できるかしら と思ったんですけどでもだんだんとなんていうのはなんか日常生活の中のやっぱり水素ガスがもう日常生活の中に入っていたので、はい、そして持って帰ったら綱木さんが「またお前何買ったんだい?」っていう感じで「本当にお前はな」って言われて「はい、いやいやま,ま,ま、ね、あまあねの何言ってもいいけどお願いだから試してちょうだい」って,言ってたんです私だから説明書を聞いた時に30分。 こう吸いいながらあの説明書を聞いて、はい、でその間で周りがちょっと明るくなってきた目が、えー、目が明るくなってきたそれとな,なんか疲れが取れちゃったっていうような感じだったのいろんなとこ凝ってるとこがもうなくなっちゃったこの30分の間だけなんですよ30分ですぐ体感できたんですかへえそれで椿さんに言って「<laughs> 何言ってんだ」って言ってもう全部ね、うん 疑いの目で私を睨みつけるのよそうその、K、さんは僕の健康のためにサバイメント買ったり、はい、いろんな器具をね運動器具とか、うん、いろんなものを買ってくるんですよ僕のためにら優しいですね,ねでも俺も23回使ったらもうやめちゃうとかそんな感じの本当にね どれだけ無駄遣いしててきたかっいいうことやだからそれでそれでたまたまテーブルの上にね水槽ガスのあのボトルじゃないのあったのよ。あったのよ。あったのよ。また何お前買ったんだよっていうような感じでまあ高いもん買ったんだからじゃあ俺もちょっと使ってみるかって言ってその日から2時間。 もう毎日二時間ずっと使ってたので、はい、そ,それで一ヶ月間それで一ヶ月経った経ちましたでひ久しぶりに一回僕病院行ってんですよはいはい検査して何しろ心筋梗塞肺気腫、えー、脳梗塞<ー>それから冠動脈が詰まったそれから、えー、血血液が行かないそして 右足のの真んん中の指を切断したんです<ー>それであの血がいかないからそれでもう何にしろ何かしなきゃいけないっつって何しろこの水素ガスは吸ってちょうだいっつって <laughs> そしてそれから1か月病院に行ったら、はい、ねえだびっくりしたよね,ねだから検査したら採血してね血を取って <laughs>、はい、おしっこを取って全部調べました、はい、で先生がひょひょう見て 宮さん、悪いいとこないですよっ。先生、どっか悪いとこあるんでしょうって「いや数値見る限り悪いとこない」っていう、えー、何かやったって言ってその時にその水槽が吸ってるのや,やってますって言ったら「うん、それはいいことだよ」って。 それが、まあ、あの糖尿の方の先生が「すごくいいです」って言って「はい、続けてください」って言われたの。しかし、ね、別にほら脳梗塞で倒れた時のお医者さんもだから痙攣の薬とかそういうのももらわなきゃいけなかったんですね、うん、脳梗塞でもう痙攣起こしちゃって大変だったから、はい、それで、まあ、しばらく飲んでくださいそ,その先生もいろいろ数値見て「あよくなってますね」って言われてそれ、えー、で。 実は先生って言って水素ガスの話をしたら「いや爆発する」って言われたわけです。<laughs> あでそれでねあのやっぱり火の火の,のそばにと行くと爆発するかったからよっぽど先生ね水素爆弾っていうのはあるんだけれど <laughs> でもね量量。量 量は全然違うんだけど言いたかったんですけどでもはあ、あ,あそうですかって言ってまあ帰ってきたわけ結局あの認めたくないかまだ勉強をしてないかなんですねどっちかなんですね,そ,ですねそれで何しろもう血流も良くないからってタバコをやめさせたんですねで四ヶ月タバコやめたんですんでも水素ガスで 元気になっちゃったら、また吸い始める <laughs> <laughs> でもだから、タバコ吸ってるしお、うん、焼酎も飲んでるし<ー>それでも、なんかノーマルな数値なんですよ<ー>感情もなんともないし、えー、素晴らしいですねだからもう、ほぼって、私なんか吸う暇ないんですよ <laughs> だから、朝早く起きて、私1時間自分で吸って、はい、そして、あと旦那に、あれでいない時にまた自分で吸ってっていう <laughs> 感じでだからやっぱり1個じゃ足りんわなあじゃあ1人一個必要という<ー>はい必要にやっぱり素晴らしいのはやっぱり水素水が作れるので,、はい、で朝水素水作って一杯彼に飲ませるんですで私も一杯飲んで、うん、そしてまた作ってそして水素ガスを吸うん、うん、あのっていうことで、はい、だから そういうことしてるから元気なの。でも歩けないんですよね。まだーずっと入院入院この何年間していたので、はいはい、だからもう弱くなっちゃって,て今リハビリでやっと少しずつ歩,歩, <laughs> 歩けるようになったんですよ。だいぶね歩ける。あ、じゃあこれはもう最近の話ですか。<laughs> いやえそうですね。今年に今年入ったのもんね。今年の話ですかそです。そうですそうです。ここええー、そうなんだ。すごいな。うん それでまあ私が、で、で、私、変なもんを買ってきたっけなんて言ったら「<laughs> うん、もうこ,これはこれは最高 <laughs>」で、みんなに言ってんのよ「もう K はねもう本当にね変なもんばっかり買ってきてどうのこうの」って言ってでも「これはすごいんだよ」っつってつ <laughs> <laughs> なさんの友達に言ってんのよ。すごいね。先日もライブをされたって聞いてるんですけど。 えー、あの渋谷公会堂であの GS グループサンズのライブを2日間やったんです,すごいそれで演奏してもちろん座って演奏したんですけれどうん、うん、立てないからでもアンコールで俺は立ちたいっていっていやーすごいすごい鳥肌ですね 2日間超満員で3階までも超満員だったんですよすごいですね2日間両方やったんですうです,えすごいで今グループサウンドちょっとちょっとブームみたいになってきてそれでやっぱり同じぐらいの年の人たちが行ってまた精神ちょっとの間だけど取り戻したっていうことですっごい喜んで知ってる人は。 LINE が来ても最高だったっつって本当にまた一生懸命前向きになれたわとかちょっと落ち込んでたんだけど綱吉さんの声がすごく張りがあってねギターをちゃんと弾いてねもう私は負けてられないって言ってこれから今日からまた頑張るわとかそういうメールがいっぱい来たんです。だから本当にやっぱり 人々に特にファンなんかにやっぱりこういう素晴らしいことを与えてるっていうことは、うん、やっぱりあなたが元気じゃなくちゃいけないんです, <laughs> です、ね、もうファンは、ね、<laughs> エナジーいただきますからねそう, <laughs> そうなんですね頑張ってやりますからみ、うんなのために頑張っていただきにいないんです一、はいうん、人だけ キーボードの小田さんと、はい、それから津崎さんしか残ってないんです。だからブルーコメツはできないので、他のグループさんずが集まってそれでみんなそれぞれの歌でブルーコメツの歌津ぎさんだってだからとってもねバラエティに飛んでてんあの印象です。いやすごいですね。ね、はい。<ー> はい、すごい感動的ですけども、<ー>はい、いきなりからトップイヤーに入っちゃいまして、じゃあ、ちょっと一旦入れたいと思います頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、<noise> WOOEAST 株式会社、電話番号0335272211。 はい、えー、嘘のような本当の輪でございます。今日はすごい豪華なゲストさんが来てくれてます。それではすいません、改めてまた自己紹介お願いしていいですか。僕からでいいですか。はい、えー。ブルーコミュニティからちょっと参加してます。 三原綱木でございます。そして私の妻です。どうぞ。けいあです。どうぞよろしくお願いします。はい、そしていつものレギュラーですね。北条さんも来てくれてます。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね。えっと、続きをちょっと聞く前に、実はえっと、メールが来ておりまして。それを紹介したいと思います、はいえー。こんにちは。宜野湾市民です。いつも楽しくラジオを聞いてます。 このラジオを聞くきっかけはドクター水素ボトルを購入し使った方の感想を探す目的で YouTube で検索したら出てきてくれてしかも水素ボトルの会社の社長が自分が住んでいる宜野湾でラジオに出てるんだと驚きそれから楽しく聞いてますということです水素ボトル購入のきっかけは自分の娘過去1歳3か月が チャージ症候群という難病で重い、えー、心疾患と、えー、これ難聴と目のコロボーマという、えー、病気が今のところ、えー、分かっており少しでも娘になればと思い購入しました、えー、娘は生まれて半年間病院で治療と手術を繰り返し1歳の今無事に退院、えー、意外と元気に家で暮らしています こんんなな幸せせこことはありませんこの娘の元気は生後5ヶ月の時の付き添い入院から吸わせている水素ボトルのおかげであると私は思っており北条社長にお礼が言いたくメールしましたありがとうございます、えー、ちょっとね写真も娘さんの写真ちょっと見てください。はい、でまず変化を感じた時は 生後5ヶ月で大きい心臓の手術をした後の付き添い入院だったのですが、うん、両鼻にハイフロー,ハイフローという、えー、酸素が入っていたので夜こっそり片方の鼻を外しそこに笑らをもすがる思いで水素用のカニューレの片方のだけ入れてました。 片鼻だけでもう片方のカニウレの出口から水素が漏れても効果あるのかなと思っていたのですがそれでもモニターの酸素の値が上がっていったり多かった石が炭がなくなったりいろいろとこれは水素のおかげではと効果を感じました。 あと手術の際に、えー、右の首に点滴漏れから出てきて,出てしまったしこりがあって日に日に大きくなり硬くなり CT を取ると石灰化していたことから治れないだろうと言われ手術で取るかどうか考えた時に、えー、水素吸入をしだした頃から見事に明らかに小さく薄く柔らかくなっていき毎日看護師さんが測っていたのですが驚いていました。 ということです。で、えー、もし今後加入例の片方だけ吸った場合の血中濃度などを調べられたときはぜひ知りたいです、えー。長文失礼いたしました。こんな素敵なものを開発してくださり本当に感謝をいたします。はい、子どもの元気な写真も送りますということで見ていただきました。ありがとうございます。<ー>素晴らしい。ったです。すごいですね、えー。いや、すごですよ。本当にすごいです。はい もう、うん、私の友達も買った友達も、はい、やはりあのすごいひどい肩こりだったのが肩こりに治ったそれから綱木さんの姉も買っていただいて、はい、目も良くなってきてそれから肩の痛みが取れてきたき今年90歳なんですよ姉が。でものすごい元気なんですよ姉が。 姉が本当に良かったねっつってで弟もね元気になってきたことすごい喜んでくれています。俺もタングベルが出るからターン取れんねえかな。<laughs> あんたねターンなんか全然出てなかったのタバコ吸い始めてです。<笑><笑>はいすいません。なんか一生懸命頑張って吸ってください。はい、ね、すいません。奇跡起きるわよ。起きるように頑張ってやります。<laughs> はいじゃあ一旦また C.M. 入れたいと思います。はいはい 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。w o o e a s t 株式会社。電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい。えー、っと嘘のような本当の話でございます、えー。今日本当に素敵なゲストさん、えー、ブルーコメッツから三原。 綱木さん、はい、そして、し奥さんの、ええー、けさん。はい、はい、ええー、よろしくお願いします。そして、もちろん、ろいはい、えー、レギュラーの北条社長もいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、えっ、ー、と、だいぶ体感されて。良<え>、えー、くなってきたという話ですが。はいはい、実際、この三原さん、えっと。いろんな病気があったってことですか。そうです。いやけっ こね糖尿でしょはい、ね、血圧が高いでしょ<血>それから肺に,肺に水が溜まったとか、はい、それから血流がなかったとかで綱木さんはちょっとまれで、はい、あの膝下からの,あのなんていうのなんて脈動脈みたいなあの線が血圧が なんての下まで届いてないんですねだから先生はカテーテル入れてそこでこうつなげるようにしたんですだから今はあの足もむくまないしあのちゃんと今機能してますよやっぱり水素の水素ガスのおかげだなだと思りねものすごく細かくて、はい、ね、はい結,果ま、結果までずっと入っていきますのでだからそれでやっぱりね あの血の巡りがすごく良くなってきて。このまあカニューレ入れた時はそこまでこうあれはなかったんですか変化というか。えっとあのそれをあのはなんていうのハイドジュンガスを知る前にカテーテル入れてやったんです。だからその後はもうほとんどねあの。 カテテール入れてないです何回も入れなきゃいけないんですねカテーテルっあそうなんですねはい血管を血管をねこうちょっとこう開くために入れるそれであまりにも血管が細すぎるからだからそこによくほら網みたいなものを入れてパッと開けるバルーンってやつですえっとバルーンじゃなくてんだっけステントステントを入れなきゃいけないんですけど細すぎるからステントを入れられないのでだから あのカテーテル入れて伸ばすんですよねうんそれを何回もやったんですけどでも今回先生はあやるまだやる必要ないななんていうことでだからやっぱり水素ガスがすごいなと思う。うんうん私ななんんか元気気だけど階段も平気での今までは駅の階段登って登ったら、はあ、はあはあやってたのがはい、はい、もう平気なの。えーで 今までより元気になっちゃって困りさせるよりいたいや奥さんは元気が一番いいです元気なことが何よりですよ本当ですよね本当に元気を言てください本当ですよね本当仲良し夫婦という感じでやっぱりあれですか血流っていうのを毎度話してますが申し上げてるんですけどねさっきのお便りの方もやっぱり 基本は血流ななんんんですよ血、ね、血流なんだね、はい、血の循環が,、まあ、が原因ですね。で例えばさっきのお子様でしたら、まあ、例えば血流が良くなると酸素がヘモグロビンが酸素をつかむ力が上がってくる、はい、な呼吸が楽になるああそうで血流が良くなってくるとまたホルモンも出やすくなるので。 えー、いろんなこう難病と言われるようなことでも我々は仕組みすら分かっていないのに、はい、なぜかよくなってしまうというのはよくあるんで,、ねえー、ですよね。本当にすごいと思う ですよね。うん、いや僕も本当に久しぶりにね。はい、まあ。これは本物だと思ってね。はいはい、はい、これはちゃんと飲んだやった方がいいと思って一生懸命やりましたややってますよ。<ー>多分ずっとやるでしょうねこれは。はいはい,はいはい。うん。うん、えー、真面目にするだだ、ね。だな頑張って頑張ってもっともっと仕事して。<laughs> 何言って <laughs> どうしてかっていうと業務員欲しいな私。<laughs> 何言ってんのよ。 ね業務用すごいですからね。あれ、えー、も,もっと威力がありますから。はい,はいはい。ド、うん、クター水素ボトル六十代分なんだもん。六十代分、はい。一気に出てきますんでね。実はあの業務用に対するですね、はい、えっと関するこのお問い合わせも来始めててですね。わかりました。もうぜひご対応させていただきます。はい。えー、っと本当にねすごいえー、っと楽しいお話。 なんですが、実は来週もまた、はい、えっとお二人、はい、ねはい、よろしくお願いしますでということで、あっという間の三十分です。そうですね、ちょっと、はいえー、いろいろとまた確信というか、そういったのもついていければなと思っております。はい、で、えー、先ほどもメールありましたし、あのお電話も結構多いんですけど、えー、全然うち FM ギドアンに連絡していただければ、あの報じ社長に、えー、お伝えしますので。 えー、皆様お気軽にお問い合わせくださいメールアドレスが 797-fmgui1.com o 1 c m 7 7 9 f です、えー、そして電話番号が098-943-0094943-0094でございます えー、さあお時間となりました「そのような本当の」はまた来週も、はいえー、引き続きですので、はい、よろしくお願いします。ははいそれではさよなら